by みきのみこと。皆さんこんばんは、ナビゲーターの影山真澄です。今日から始まりました清酒語り by みきのみこと。この番組では日本酒の素晴らしさを世に広めるべく展開されている日本酒キャラクタープロジェクト、みきのみこと。そんなみきのみことにご参加いただいている蔵と銘柄の関係者をゲストに迎えて、清酒の巫女を演じる声優とともに日本酒銘柄にまつわるお話をお届けしていきます。初回はですね、まさかの1月1日からということで、明けましておめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、世の中なかなか里帰りもままならぬ今年のお正月ではございますが、皆さんいかがお過ごしなんでしょうか。私はですね、お店をやっておりまして、おかみとして1月1日はきっとお店でお酒をついで回っているかと思います。それでは清酒語り by みきのみことスタートです。清酒語り by みきのみこと。改めまして影山真澄です。さて、初回となる今夜は先週までこの枠で放送されていた竹本英二、荒井良平のラブ酒おかわり by みきのみことでメイン MC を務めていたこのお二人をゲストにお迎えしました。それではどうぞ。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。みきのみこと金亀役の竹本英二です。同じくみきのみこと玉の光役の荒井良平です。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。初回おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、日本酒の番組って楽しいですね。そうですね。しかもお正月ですよ。僕らは前回までやってた枠の番組でクリスマスイブをね、そうですね、日本酒飲みながら祝って、素晴らしい。そして今回は、はい、元旦を祝えると。お、素晴らしいですね。日本酒万歳ですな。みんな飲んでます。ありがとうございます。飲んでるね。みんな飲んでるんですかね。飲んでるね。ねえ、ねえ、いい時間ですよね今ね。ねえ、おかみはじゃあ今頃は、多分新宿のお店で、はい、もう刺しつ刺されつで、まあまあ、提供する側なので基本的には刺されつの方はないんですか。刺されつの方はあんまりないですけど、はい、基本的には出している側なので。あれ、僕が行ってる時っておかみ飲んでるイメージがあるんだけど。それも竹本さんが言ってるからじゃないですか、それは。いやいや、あなたがついてるんじゃなくて。なんか全然断らない感じで、じゃあいただきますみたいな、ね、そんな時もありますけれども、基本的には出す側で、はい、おすすめしたりとかしております。はい、はい、では早速ですが、お二人に登場してもらったところで、ぜひ、ね、乾杯していきたいと思います。いいですね。今夜用意されているのは玉の光でございます。はい、じゃあお酒の説明を荒井さんお願いします。はい、こちら見えてますでしょうか。こちらですね、ミコラベル酒、本日もいただいております、うん、はい、ではこちらお酒の説明なんですけども、こちら純米吟醸みきのみこと玉の光みこラベル酒でございます、うん、はい、こちらはですね、天然の酸味と米の旨味のバランスの取れたすっきりとした飲み口、ほのかな米の旨味と高酸度の切れ味、素材の味を生かす京料理とマッチする最高のバランスを実現すべく米本来の美味しさを追求した商品となっております、うん、こちら冷やしても噛んでも楽しめるお味になっておるそうです。いいですね。こちら今日いただきましょう。はい、いただきます。ちょうどお酒ですよね。はい、じゃあ発声はやっぱりおかみが、荒井くんから。荒井ですか。はい、私はやっぱね、はい、玉の日がやらせていただいてるので。なるほど、なるほど。じゃあ私がですね、はい、はい、ではですね、これご覧の皆様も、未成年の方はノンアルコールジュースご用意してもらって、飲める大人は一緒にお酒で乾杯しましょう。はい、はい、では先日ながら私新年のご挨拶とともに行かせていただきます。よろしくお願いします。そして新年とともにこの新しい番組の門出を祝しまして、乾杯。乾杯。乾杯。あ、うん、2021も酒がうまい。ああ、いい味わいですね。いいスタート。そうか、うん、2021年の日本酒始め、うん、あ、本当ですね。なんかね、そうですね、はい、もう、うん、年越す前からもう2021年の日本酒始めが始まってるんだ。俺たちは始まってます、なんかね、収録してるのは収録ですからね、はい、とんでもねえのんべえだな、そいつは。次元またいでますからね、はい、そう、年を越してますから、もう来年気分飲んでますから今、ね、2021年気分でね。おかみどうですか、久しぶりの今日の日本酒は。いや、いいですね、うん、いや、もうちょっと飲んでいいですか。もちろんもちろん。
じっくり飲んで語っていただきたい。おかみは本当もう日本酒ね、うん、お詳しいですから。スペシャリストですからね。いやいやいや、そんなことはないんですけどじっくり飲んで一言ナイスですね終わりないもっと何かあるのかと思ったあるでしょ、多分業界一詳しい方ですよ。いやそんなことはないですけど、日本酒にお詳しいと思う。本当本当本当ですよ。いやでもあの玉の光とかあの京都のお酒ってやっぱりお料理にもね、うん、本当に合うお酒が多いですよね。軟水で作られてることが多いです、うん、あそうですよね。本当に食事の邪魔をしない、食中酒としても最適ですし、うん、最適です ね、 ね、うん、デザートにもいただけますしね。さあ、続きまして私も、うん、新番組の門出を祝しまして、お家にあったお酒を持ってきましたので、はい、ぜひ、それでも乾杯していただきたいと思います。これまた素敵な、ありがとうございます。チラチラ見えてました、はい、お家にありましたこちらはイスファハン、イスパハン、イスパじゃあ、スイサさん2020、うん、最後だけ分かった、はい、イスパハン、まあ、皆まで言うな、はい、あ大事なとこじゃないのか、まあ、でも美味しそうな、はい、すごい色してますね、なんかね。そうなんですよ、瓶の色がね、すごいですけど、はいはいはい、あのケーキとセットで売られてるお酒ですね。ですケーキもございまして、ケーキセットで、あ、これかケーキセットでございます、はい、あ、これですね、こちらとこちらがセットになって、はい、そうですね、いただき物でございますが、これがお家にあったので、もう門出を祝うにはこれが最高だろうということで持ってまいりました。皆さんも飲んでください。 ありがとうございます、はい、こちらお正月からですね。そうですね、はい、あのクリスマスからお正月にかけて販売されているというか、あの召し上がっていただくのがいいんじゃないかなと思うんですが、これあれなんですよ、ネクスト5という秋田の5つの蔵で毎年あの合同でお酒を作っていて、うん、まあ、荒政、春霞、山本、一泊水星、あと雪の美人かな、うんうんうん、5つの蔵で作ってるんですが、あのそれのお酒とあとピエールエルメって有名な超有名、はい、あのスイーツのお店でございますが、うん、あのそこがそのお酒に合ったデザートに合ったお酒っていうので、うん、今回コラボして作ったお酒で、こちらあのお店でもあの2020年のクリスマスにはちょっとお店でも出してたんですけど、あ、かなりでも出してたんですね、はいはい、だからそんなに詳しいのね。そうですね、持ってきたのは俺なんだけど、ね、俺何一つ知らぬでイスハヤシャン、うん、読み方すらおぼつかない状態 で、ね、はい、ケーキがローズ、あとフランボワーズ、あとライチとかが入っていて、その甘酸っぱさがお酒とも合うっていう、あ、そん、これにこのケーキに合うお酒ってことなんですね。そうです、そうです、そうです。確かに、なんか見た目も大人っぽい。ケーキと一緒にいただきたいですね、はい、いただきましょう。じゃあ改めて、じゃあ乾杯、僕からもお願いします。じゃあせっかくですし、よろしくお願いします。では、新番組の門出を祝し、そして三木の御事のさらなる発展を願って改めて乾杯したいと思います。乾杯、乾杯、乾杯。お、あれ、うん、すごい深く入ってきましたよこれ。なんか普通の日本酒と違う。違いますね、うん、あのこれ鬼城酒なので、鬼城酒って酒、あの日本酒って水と米と米麹で作ってるんですが、うん、はいはい、鬼城酒っていうのはその水と米と米麹とあと日本酒で作ってる。意味が分かんない。日本酒日本酒を作るのに、だから結局日本酒を作ったわけでしょ。日本酒はもともと作ってあるやつで、その前に作ってあるやつで、うん、それは何ちなみにその入れられてるやつは荒政の甘猫っていうお酒なんですけども、はい、の大下る仕込みをその仕込みの時に入れてるらしいんですけど、そうするとこの味になるの。はい、あの鬼城酒ってあのアルコール度数が早く上がるんですよねで甘さが結構残ったりとか、すごい甘くて、はい、なんか本当デザート、そうデザート酒な感じですね、うんうん、で甘いだけじゃなくてこの酸味があることですごくこうバランスが取れてて、なんか甘ったるくない、うんうんうん、なんか口の中はすっきりするちゃんと、うん、甘いだけだけど入ってくる、はい、お酒だけでもすごい十分に美味しいんですが、ぜひケーキもいただいていいですか、はい、待て待て俺が持ってきたのね。そうそうそうなんで竹本さんが持ってきたんですけど、そうだそうだ、こっちにやっぱお伺いだぜ、おかみ感がすごいからいただきますになっちゃうんだよ、ね、お店で出てきたもんかと思っちゃった今、ね、あ、じゃあいただきます。一緒にもらおうと思ったらお酒美味しすぎてなくなっちゃったんで、ちょっとあの先にこっち干しちゃいます、ね、うまい、はい、すごいですよね香り、ローズの香りがすごい、これピエールさんうまいことやったな。ありがとう。ピエールさん、さすがピエールさんですよね。うん。ああ、日本酒とこのケーキ合うんだね。うん、オシャンティーだなこれ。さて、
あの、はい、じゃあこの後、今夜は私がナビゲーターとなって紹介していく御木の御琴について、はい、ゲストのお二人に紹介していただきたいと思います。そうかそうか、はい、おかみがナビゲーターだけど、うん、まあ、御木の御琴については我々の方がね、はい、詳しいから我々の方から紹介させていただきお願いいたします。はい、了解です、はい、今日初めての方もいらっしゃるかもしれませんから ね、 そ, うだね、はい、その方に向けて改めて御木の御琴のご紹介させていただこうと思います。はい、はい、この御木の御琴はですね、静雄様と共にエンタメの力で日本酒ファンを増やしたい、日本酒文化を応援したいというコンセプトのもと、ご賛同いただいた静雄様から大切な銘柄をお借りしまして、はい、バンダイナムコエンターテイメントが企画運営をしている推しが飲める日本酒キャラクタープロジェクトでございます。全国の実在する銘柄を冠した清酒の巫女たちが酒どころ松代湾を舞台に、神様やあやかしといったお客様と出会ったり、仲間との絆を深めて本当のおもてなしとは何かを学んでいく物語となっております。こちら清酒の巫女ですよ、はい、はい、キャラクタープロジェクトでございます。はい、はい、はい、そして、はい、世界観といたしましては、夜ごと怪しくも楽しいにぎわいを見せる大繁華街弥生町、ここには神様からあやかし、魑魅魍魎の類まで誰でも何でもやってくる。そんな弥生町にできた新しい酒どころ松代庵では、日本酒ひいては自分の銘柄人気を得るべく、清酒の巫女たちが店番を務めている。松代庵にやってくるお客様との出会い、巫女同士の触れ合いを通じて本当のおもてなしとは何かを学ぼうとする巫女の物語というのがざっくりとした世界観の説明になります。はい、お店やってるんですね、松代庵というお店、ね、はい、でそこで、実在の銘柄を冠した清酒の巫女たちがお店を切り盛りしているという、そういうエピソードですね、はいはい、そうです。なんかね、もう2020年の間に新規参加酒造さんも増えましてですね、はい、名前まで発表されている清酒の巫女は現在37キャラございます。ましたね、すごいですね、だいぶ増えました。先日は元帥酒造さんの元帥が発表されましたので、私竹本が演じております、池尾寺でおなじみの金亀の地位がかなり危うくなるというのが、御木の御琴の現状でございます。最新情報でございます。最新情報でございました。だいぶどっしりしてましたもんね、元帥さんもね。そして清酒の巫女とは一体どんなキャラなのか、今夜はお二人の演じているキャラクターを紹介してください。まずは金亀さんからお願いします。はい、了解しました。私が演じている金亀はこういったキャラでございます。こちらの、立ち絵ですね。滋賀県にある創業160年の酒蔵株式会社岡村本家さんのお酒、金亀でございます。はい、キャラクターは身長183センチで、趣味はコミュニケーションを取ること、つかみどころのない女好きのおじさん、いつもひょうひょうとしているが、女性の涙が苦手という一面も、新井くんの演じる玉の光のお目付け役として、はい、玉の光がいる時は、よく店に顔を出すこともあったりなかったりという、なるほど、私竹本と遜色ない、変わりない、はい、うん、まさにもうそのまんまな感じのイメージですね。まあ、まあですよね、そうだね女性の涙に弱いね、うん、で女性が好きだね、うん、コミュニケーションもたくさん取られますしね、近畿の煮付け好きだね、最高ですね、本当当て書きですよね、ここまで来ちゃうとね、本当にそう、そんな当て書きをしていただいた私金亀でございますけども、その金亀が、新井くんがこちらで出しておりますミコラベル酒の金亀バージョンの発売が決定いたしました。すごい、やっと来た、おめでとうございます。ありがとうございます。中のお酒は蔵元からぜひ私の好みに合わせたいという、ありがたい、ご提案をいただきまして、私が要望したお酒は、金亀黒50でございます。はい、この金亀黒50は精米歩合 50% の純米大吟醸となっております。はい、香りの高さと爽やかな味わいが特徴です。近江米のうまさが光ります。こちらの金亀黒50を使用した金亀のミコラベル酒は1月中に発売開始予定でございます。続報をお待ちください。はい、じゃ続きまして僕が演じさせていただいている玉の光ご紹介参りたいと思います。はい、玉の光はですね、こちら京都府にある延宝元年1673年創業の酒蔵
玉の光酒造株式会社さんのお酒でございます、はい、身長168センチで趣味はおこと、おすすめのおつまみはですね、新鮮魚介のお作り、いいですね、そして名家の出で礼儀作法がしっかりしたお坊ちゃん、そのため風流なものを好み、品のないガサツなものが嫌い、乾杯や沢内と一緒に松屋の中心となって真面目に働く、金亀も一緒に働いています。ここに書いてないけど真面目っていうカテゴリーになるとちょっと違うからね、イメージ的にはちょっとなんか、僕とリンクの話、いや真面目よ、真面目すぎて空回ることもしばしば頭硬すぎてね、そういうところがね、キャラクターをリンクしているところは僕ギリあるかなぐらい。このね、三木の御事っていうのはこの腰の乾杯と沢の糸、そして玉の光、これがまあ、メインとなって、話が展開していく物語ですから、荒井くんの方もねかなり、力を入れてやってるもんね。もちろん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 。なんでそんな嘘っぽく言うの？いやいやいや、なんか今探るような目で見てきたからちょっと思わず防御反応が出ちゃった。もちろんこれはただお酒が入った目だから。ああそういうことか、そういうことか。そう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 。もうおじさんはコミュニケーションが好きだからさ。つい語りかけちゃうのよこの目で。だから警戒しなくていいのよ。心ほどいていいのね。そうお目つき役の目だけど大丈夫なのね。心ほどいても。そう見てるだけだから。見てるだけ。見守っていいのだよ、ね。見守るだけですね。確かにね。でも金貨は割と玉の光が店にいると様子見に来て逃げ出しますよね。割とね。そう働かされそうになるとまあ帰ろうかなって。そうそう何かしら逃げますもんねよくね。はい。で、我々のキャラはこちらでございます。はい。で玉の光もですね、先ほどご紹介しましたこちらミコラベル酒、こちら玉の光酒造さんのオンラインショップで販売しておりますので、こちらよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで今夜はお二人が演じる、青春の巫女を紹介してもらいましたが、先ほども触れた通りですね、すでに37キャラクターが存在しておりますので、ぜひ公式サイトでチェックしてみてください。よろしくお願いします。推しを探してみてください、でここからなんですが、今後この番組でどんなことをしていこうかなというのをみんなでちょっと考えつつ相談したいなと。そうですよね、新番組ですもんね。そうなんです、どうしていこうか。まだ何も決まっていないんです。今のところお酒おいしいというそうなんです、確か。はい、どうやってみきみこを応援していきつつ、何をしていこうかという。めっちゃ食べてますよね。もぐ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 してらっしゃいますね。今日僕ゲストなんですよね。そう、そうです。あ、そっか。そんな考えなくていいんだ。相談をするんですか、ゲストと。そうです今後どうするか。そうなんです。いや責任は持てませんよ。ゲストですから。でもアイデアをいろいろ出していただけたらなと。アイデア、採用されるかは別にして、ちょっといろいろこっち裏側で相談させていただく。まずはこうやってお酒飲める番組ってことはいいんですよね。飲んでいいんですよ ね、 多分ね。そうです ね、 ね、この番組は、先ほども、影の方が言ってましたけど、冒頭でね、蔵元の方がいらっしゃるというか参加されることが、増えていく予定でございます。予定としてはもちろん声優のゲストさんはもちろん、蔵元さんにもいろんなお話聞きたいなと思っておりまして。そうなると声優はただ、その話をそっかって楽しく聞くっていうのが、それも一つですよね。一番いいんじゃない、と思います。ここに多分僕がちょうど座ってるあたりにやっぱりその蔵元さんのね、あの社長さんとか当事さんがいらっしゃって、広報の方がいらっしゃって、そこと女将が深いお話をしてるのを横でそれをラジオとして聞いて飲んでる出演者みたいな感じになると思いますよね。まあ、みんなで楽しく ね、そういう風にめちゃめちゃ今のでしっくりくるわ。ためになるな。なるほどね。より美味しいって言って、お二人からこう蔵元さんに聞いてみたいお話とかないですか。逆に、何を聞けばいいのかって話だよね。あ、これを見てる皆さんのためにもね、何を聞いたらいいのかっていうのが、そう、ありますよね。僕らはただただお酒が好きで、お酒の場が好きで、飲んで食って喋っているだけの人間じゃない、突き詰めればね、そこにアカデミックな要素は欠片もないんですよ。なるほど、これうまいねっつって、これ合うねっつって、これもうまいねっつって、これも合うじゃんしかないのよ。合うとうまいしかない。なるほど。それがなぜなのかとかね、どういう作りでどこを目指して作ってるかっていう話を俺たちは一切知らんから、なるほど。じゃあそういう話を知りたいよね。蔵元さんから聞いてもらうとかいうのもありですよね。こちら側の話を、僕らの話。そう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 。いや喋っとるだけだから、ね。
セリフをただただ赴くがままに喋っとるだけじゃけえの、うん、いやそれがわからないじゃないですか、倉本さんにしてみれば、うん、そのまあ、質問を受け付けはしますけど恥ずかしいなほぼキャラと同一人物ですからね、うん、俺が一番こっぱずかしいな内面をさらけ出すようでね。でもキャラクター面で言うなら僕ちょっと聞いてみたいのは、うん、あのこうやってさっきあのスライドにも出て特徴を紹介したんですけど、はい、どうやってあのキャラが決まっていったのかっていうね、うんうん、ここがとってもこだわったところでっていうのを改めてもう一回聞いてみたいな、キャラごとにね。確かに、うん、あのこの青春の巫女、37キャラ今、はい、決まってますけども、うん、各キャラあのキャラデザーから何からいろいろこだわりがあって、はい、その中の要素のいくつかは、うん、あの倉本さんからのアイデアだったり要望だったりが反映されている部分って多いんですよ、うんうん、衣装だったりとか、うんうんうん、見た目の、アクセサリーとか、はい、なんでそういうところが、倉本さんから直接あこういう意図があってこういう、はい、あのエピソードがあってでこういう風にお願いしたんですみたいな話が聞けると、うん、より自分のキャラを演じる上で、うん、あここはこういうことなんだ、いいですね、こういう思いがあって、発注が来てる、はい、来てるんだっていうのが分かると、はい、僕らはより気持ちを込めて演じられるから、うんうんうん、そこは知りたいかもね、確かにね、うん、なるほど、うん、バンナムさんとディスカッションの上でバンナムさんからはこのキャラショートヘアでってきたんだけど、うん、指導さんいや絶対ロングヘアでみたいな、こだわりが垣間見えたらやっぱ大事にしなきゃいけないなっていうのが ねできますからね、うんうん、ロン毛感をね大事にしなきゃいけないですからいかないイケオ時間をね、そう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 いうとこもね改めて、うん、そうね、聞くチャンスがあればなと思いますけれど、うん、はいはい、じゃあ今回そのずっともうしばらくこの三木の巫女との活動というかキャラクターを演じてきて、うん、はいはい、新たに今まで知らなかったこと知ったことっていうのは結構ありますか、お酒のこととか。そうですね、なんかね、うん、いろいろ活動させていただいて倉本さんとお話しさせていただく場、はい、で一緒にお酒を飲む機会も、ありましたし、でそこで、一番得たのはその小難しい話じゃなくて、はい、本当にお酒を作られてる方はお酒が好きなんだなっていうのは本当に思った、うん、でお酒を好きでいてくれれば何でもいい、うんうんうん、あなたのスタンスを別に僕たちは否定しない、はい、僕たちには僕たちのスタンスはあるけども飲んでる方のスタンスを否定はしない、ただお酒を好きでいてくれるだけでありがたいっていうその根本的に持ってるその心根はすごい素敵だなっていうのは勉強させてもらった。そうですね、うん、特に僕ら素人はさ、このお酒はこういう飲み方しなきゃダメだとか、うん、これとこれはこうだよとかってなんか頭で考え、うん、こだわりがね強そうに思っちゃいますね。そう考えがちだけどそうじゃないっていうところはね、すごく素敵だなと思ったね、うん、その人間性を知ることができただけでもこの三木の巫女の活動に参加させていただいた価値はあったなって僕は常々思ってますね。うん、なるほど。僕も新しい発見が結構やっぱり多くて、はい、これは日本酒ってやっぱりこのおちょこととっくりでいただくイメージがあったんですけど、はい、夏で玉の光さんも出してますけど、みぞれ酒とかもいただく機会があって、ああグラスで、ね、そういただくこともあるんだっていう、はい、いろんな可能性とか、うんうん、あとはいちごで作ったお酒もいただくことあったじゃないですか。あ、いいですね。やっぱ新しいことをどんどんやってるのも日本酒なんだなっていうのをこの番組で知れたから、うん、もう可能性無限にあるなと。海外展開もしてますしね、うんうん、僕もこの作品関わってから海外にロケ行く機会があったんですけど、はい、そこのレストランで玉の光があって、うん、ここにもあるって言って、うん、とても嬉しかったですし、海外でも日本酒今本当に人気ありますからね、うん、海外から結構日本酒を買いに来られる方とか、うん、飲みに来られる方とかも結構たくさんいらっしゃいますし、海外で今日本酒も作ってたりとか、お米の、はい、栽培もやってたりとか、海外で、まあ、日本酒っていう名前がつけられないんですけども、その定義があって、うん、あ、そか、はい、酒ってあの酒で作ってたりとか、はい、そうなんだ。確かにメニューも酒って書いてありました、はい、あと海外のお米で日本の蔵がそのお米を使ってお酒を作ってたりとか、すごい広がってますね。そうですね、その新しい発見はやっぱこの作品に関われて知ることができたんで、うん、とても勉強になってます。いいですね、うん、そして今後ですね、はい、明確なコーナーとしてはお届けできないかもしれないんですが、皆さんのコンテンツファンの皆さんからも三木の巫女に関する活動報告をぜひお待ちしております。あ、いいですね、はい、巫女活報告をこれから募集していきたいと思います。あ、素敵、はい、知りたい知りたい、はい、こちらに関してはツイッターで、ハッシュタグ、みこかつひらがなですね、はい、ひらがなでみこかつでツイートしていただいたらこちらの方で探しに行きますので、はい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 、お酒にまつわることであれば、はい、
そうですね、OK、どんな感じのことでもいいの？どんな感じでも、どこで三木の御事の銘柄のお酒飲んだよ、そうです、ね、みたいなことでもいいの？はい、ね、いろんな酒造さんでもお酒頼んで家でも飲めるでしょうし、あ、なるほどね、はい、こんなお酒飲みましたよとか、これと一緒に、はい、飲みましたとか、そうですね、あ、なるほどね、それがあれば番組で紹介していただける、はい、あ、なるほどなるほど、行きたいと思います。あ、元吉さん見てますか？ボキーさんも今日挙げてくれてるんで、ビコバスを、あ、そっかそっか、はいはいはい、国丸役のね、うん、見てます、ボキーさん、はい。あとは先ほどもね、お二人にも聞いてましたが、倉本さんにこんなこと聞きたいなっていうのも募集していきますので、そちらの方もぜひお知らせというか、このご連絡いただければ幸いでございます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人の意見も今後の番組に参考にさせていただきたいと思います。あ、ぜひ、はい、ありがとうございます。聖酒語り by 三木の御事。ここで三木の御事関連のお知らせです。まずは三木の御事のオリジナルタンブラーが好評発売中です。聖酒の御事バージョンと神様あやかしのうぐいすバージョンの2種類となります。三木の御事タンブラーで検索してみてください。続いて、推しで推しが飲める三木の御事キャラクター彫刻ステンレスおちょこ、全32種類発売中です。楽天三木の御事で検索してみてください。そしてミコラベル酒続々発売中です。詳細は公式ホームページ、ツイッターなどをご覧いただき、ぜひ蔵元のホームページなどからご購入ください。そして三木の御事テーマソング CD 人とせ宵の縁が全国の CD 取扱店オンラインショップにて好評発売中、ぜひお買い求めください。さらに LINE クリエイターズスタンプ第1弾と第2弾発売中です。三木の御事で検索してみてください。最後にこの番組のアーカイブのお知らせです。この番組はバンナム TV でプレミア公開後、期間限定でアーカイブ公開します。詳細は公式ツイッターをチェックしてください。以上、三木の御事関連のお知らせでした。聖酒語り by 三木の御事。そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組では私の御事報告、倉本さんに聞いてみたい質問ほか、感想などお待ちしております。メッセージの宛先は三木の御事の公式ツイッターのリンクからお願いいたします。投稿フォームがありますので、そちらの方に、たくさんのお便りお待ちしております。はい、そして次回1月8日のこの番組は、小沢酒造様から社長の小沢幹雄さん、お、社長、はい、そして三木の御事沢の井役の松風雅也さんがいらっしゃいます。どうぞお見逃しなく。さて、初回に駆けつけてくださったお二人、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、これからね、どんな酒造さんが、そうですね、いらっしゃるのか、うんうん、楽しみでしょうがないな、これね。そうですね、皆さんもね、うん、多分酒蔵さんのお話を直に聞ける機会なかなかないと思うので、うん、そうですね、ね、今回は、我々でしたけども、はい、まあ、次回以降いろんなその地域の方のお話聞けると思うので、うん、それも楽しみですね、うん、今回は我々でしたけどもって言うな、うすうす感づいとったから。いやいやいや、お二人が来てくださったおかげでスタートが切れたわけですよ。会うしか言えないのよ、我々は。でもそれが一番大事なことだと思うので、はい、まあ、来週からは本当に深い話も聞けると思いますので、はい、皆さん楽しみにしていただきたいですね。はい、はい、またぜひ、今日はありがとうございます、はい、お待ちしておりますので、はい、またいらしてくださいませ。はい、ということでお別れの時間でございます。お相手はナビゲーターの影山真澄と、金神役の竹本英二と、玉の光役新井良平でした。はい、ではまた来週、また来週、また会いましょう。明けおめことよろ。